違う、ミレアンはないんだよ、うん、ミレアンはないんだけど、人ってやっぱ気づかないんだなと。来た。今自分が幸せかどうか気づかないんだなと。で、今より状況が悪化すると今が幸せなんだろうしね。そういうことない？現状の幸せに気づかなくてどんどん悪くなっていく、うん、戻れたらいいなと思う。12月ぐらいに戻りたい、うん、12月に戻ったら親父のね死に目にも会えたし、そしたらもうちょっと良かった。今日って何日？今日は12日か。18日に名古屋帰りますんで、これからを考えようって言ったってね。35歳だし、35歳だしね、まあ、ツイキャスこうやってまったりやってもいいかなと。負けず嫌いだから、あのふわっちやるとさ、なんか競っちゃうって疲れちゃうから、ツイキャスをちょっとまったりやってもいいかなと思うけど、うん、そしたらそんな疲れないからね、うん、ゼロイチいらっしゃい。心を休めてても、どうせ女と遊んでたとかって思ったのパルパルとしか会ってない。パルパルが一番知ってるよ、うん、なんか普通にご飯食べて健康ランド行ってね、そういう普通の友達とすることがすごく楽しかった。で、あのデブのくせにいつもサウナ入ると我慢比べするけど勝てないんだよ、強いんだよ。でも配信生きてて大丈夫だよ。配信やってない方が元気なくなるって、やっぱ配信はね元気をくれるものだって分かった。もう息してないと思ってた。まあ30代はちょっと頑張ろうかな。30代は配信してないと寂しい。いっぱいいるじゃん他に。もっと面白い人がね。そういう人たち見てな。ごめんね。多分ね、あの普通の人より頑張れないんだろうね。自分の中で頑張っててもみんなは多分普通だと思うんじゃない？多分だよ。女たち、いやもう全部切れたよ。最近凛ちゃんに誘われたんだけど断った。それぐらいしか誰にも誘われない。あ、七色リリアちゃんと凛ちゃんだけ。ありがとうございます。お茶枠ミミとマコモと匿名さんもありがとうね。運転してる時、あの唯一誘いがそれぐらいでしたよ、この1週間ぐらいに。あとは誰にも誘われない。あの冷やかしがあったね。冷やかしは、冷やかしは結構可愛い子なんだけど、なんかすごい匂わせてくる。うん、でも初めから冷やかしだって分かってたけど、あのエッチが好きアピールをすごいしてきて、で結構会いたいとかって言ってくるくせに、なんかすごい匂わせる釣りみたいな人が一人いた。あの
エッチが好きアピールされて食いつくわけないでしょ。先にあの逆に引いちゃうから、やめてねそういうの。あ、確かに可愛いなと思ったけど、逆に怖いから毎日したいとかね、嫌でしょそういうの。緑のパーク、あ、そう？ちょっとおじさんにきついかなと思ったけど、似合ってます。あ、ちなみにあの15時から待ち合わせなんで、もうしばらくお待ちください。あ、彼女募集しています。彼女が欲しくて、彼女がいないと元気出なくて、よかったら誰かお願いします。もうすぐバレンタインデーなんで、バレンタインデー、バレンタインデーとそのバカり高い、いやどうしようと思ってるけど、だって他になかったもんな、探しても。なんでここ高いの、こんなに田舎のくせに。すごい高い。つかまじ調子悪いわ。昨日も一人であのラーメン食べちゃった。食いすぎてて、また胃が悪くなるかも。でもバレンタインデーは配信やろうかな、そういう日はね。家で唐揚げでも作ろうかな、うん、唐揚げで。もしかしたらワンちゃんあのプレゼントがね届いてるかもしれないから、ちょっと開封がてらやろうかな。チョコ何個、小学校高学年とから中1までは5個ぐらいもらってたね。これマジなんだけど、小学校ってさすがにね、学校には持ってきてなかったんで、俺の時代って。でも帰ってたら後ろ気配するんだよ。で3人グループ、3人の女の子がついてきてて、で頭の中でもしかしてと思うんだけど、いやそんな期待してもあれだなと思って、気づかないふりして歩いてたら、家の近く着いたらあの聞こえてくるんだよ、小声が。ねえ早くちょっと声かけてよみたいなね。うん、もうあの耳に全集中してるから気にしてないふりしながら、耳だけはすごい集中してて、そういう話をしてるんだよ。でも普通に家帰ってね、で10分ぐらい経ったらピンポン鳴って、で、あのおばあちゃんがね出るんだよ。はーいって言って、でどちら様って言って、あの女の子はじゃ声がちっちゃいから、おばあちゃんがずっと大声叫んでて、これでもらいましたよ3つ。うん、チョコ。中1ぐらいまでもらってた。中2からちょっとグレて、なんかもらえなかったけど、確か。で中2の頃に初めて付き合ったまなみちゃんいたんだけど、まなみちゃんって子にあの第2ボタンあげた。あのその子はエッチしようと思ったけどできなかった子ね。その子が初めて付き合った子。ラーメン15時で、元嫁はその次に付き合った人15歳で、
その人と28歳までいたんで。どういうこと？昔は好きな人の第二ボタンもらうって流行ってたんだよ。中学時代とか。みんなそういう時代じゃない？で、卒業式の時に、くださいって並ぶんだよ。卒アルの後ろにね、なんか書いてとか。で、これ自慢じゃないけど、5、6人に第二ボタン欲しいって言われました。なぜかって言ったら、中2で180センチあったんで、身長高くて。身長でモテてたんで、結構運動もできてたんで、運動もモテなくなっちゃってつらい。めちゃくちゃやりすぎた。配信始めてめちゃくちゃやりすぎちゃった。女が怖がって寄ってこなくなっちゃった。陸上部だっけ？俺って森山 FC っていう部活じゃなくてフットクラブ入ってたんだよ。小6ぐらいから中2上がるぐらいまで。なのに陸上部の人に試合だけ出てって言われて、で出たんだよ。中1かな？中1かそこらに。そしたら100メートル 12.6 だった。中1で 12.6 って速くない？どう？ 12.6 って割ると 6.3 だよ、50メートル。だから、高校のね、推薦とか来てたんだよ。高校のね、絶対に高校行ってやった方がいいって言われてたんだけど、親父に一緒に仕事やろうって言われて騙されてね、50万ぐらい稼げるからって言われて、でもういいやと思って、それで勉強しなくなって、それで15歳から友達2人一緒に働こうって言って、そしたら給料手取り12万だった、そっからおかしくなってたね、人生が。父親にパチンコ連れてかれて、パチンコハマってね、毎月給料全部使ってた。で、当時付き合ってた子にご飯とか全部出してもらってた。でマジで辛い人生だった。ほんと辛かった。週休1日休み、日曜日休みなんだよ。で、土曜日に仕事終わって、その子の家に行くんで。